はい、じゃあ4つのアクセントですね、これについてお話していきます。4つまず書いていきます。そしたらダウンからいこうかな。ダウンストローク、ストローク、アップストローク、フルストローク、タップストローク、まあ、こういう順番結構変わったりします。はい、で、まずダウンストロークは今強い音を叩くんだけど次に弱い音を叩くっていう、まあ、準備をするっていうのもあります。で次アップストロークは今弱い音で次強い音を叩く、まあ、準備をしましょうっていう、はい、フルストロークは今強い音次も強い音でタップストローク今も次も弱い音を叩く準備っていうこの4つですね。まあ4つのアクセントの中にある4つの、まあ、ストロークですね。アクセントがありますけど、この説明は4つのストローク、はい、まあ、叩き方っていうところですね。はい、で、一番わかりやすいもの、まあ、ここがメインになるんで違うケースも出てくるんですけども、まずダウンストローク高い位置からスタートして叩いて低い位置で待ってる。そうそう、次は低い位置から叩くんで、まあ、そんなに大きな音が出せないねっていう低い位置なんで弱い音が出しやすいっていうので上から下に叩くっていう、これがダウンです。でアップストローク低い位置からスタートです。低い位置から叩いて上に上げます。それで次の準備をするっていう。でフルストローク今も次も強いんで叩いてそのまま上に上げるっていう、これフルストロークです。でタップストローク低い位置から低い位置っていうものです。はい、ちょっと一回画面から消えますけども、一応悪い例を話します。まあこれを意識していただければ全然大丈夫なんですけども、例えばアップストローク低い位置から叩いて上に上げます。これアップです。ダメなんです。低い位置から強く叩きます。これはこれどっちかです。ダウンかフルストロークのどっちかってなっちゃうんで、その低い位置からスタートしたら弱い。まあ、なんで究極を言うと高い位置から弱く叩いても、まあ、タップとかアップにもなりやすいんですが、まあ、ただかなり叩きづらいです。なので低い位置からスタートして上に上げるっていうのがアップですね。はい、で、これを使って、今回叩いていきます。まず、分かりやすいのは1個目のアクセントを見ていきます。これですね、おにぎりですね。はい、でこれ手順が右左右左になります。で今叩く音、次に叩く音を見ていくので、実はこれ右手は次の右手を意識して見ていきます。左手は左って感じですね。でこの右手を見ていくと、今強い音で次弱い音になります。そうすると、はじめダウンストロークなんですね。これアルファベットを取って T とか U、F、T、こんな風に書くこともあります。なんでここがまずダウンストロークです。で次、これ右手いきます。でこれを繰り返すとしたら、今弱い音で次強い音になるんで、そうするとこのアップストロークですね。はい、で左手は今も次も弱い音なんでこのタップストローク、反対側にしても同じです。なのでダウンタップアップタップっていう手順になります。そうすると右からスタートしてダウンタップアップタップ、これが今回の一つ目です。はい、こんな風に見ていきます。はい、解説は以上となります。